メンツご飯に行ってて、なんか言うねんって話なんですけど、メンツご飯に行って、気づいたらこんな時間って思って、みさちゃんの代わりにはみおちが来てくれます。ありがとうございます、みおちゃん。やばい、食べた後にさ爆走したからもう、たっちゃんさんとかありがとうございます、チョコナさんハートありがとうございます。そう、なんかメンツご飯に行ってて、まあサイズに行ったんですけど、道頓堀の方のサイズに行って、心斎橋筋かの方のサイズに行って、まあ30分に出たら間に合うやろとか言って、30分に出たら道頓堀のたこ焼き屋さんとかがいっぱい、あ、ゆのみちゃんレインボースターありがとう、いっぱい語彙力いっぱいあるところの時点で40分で5分で来ました。バカ走っても爆走、ナンバー爆走してたら多分私です。アミちゃんの配信で出口さんリーナさんにミッヒーのこと伝えたよって、マネチカブのサイズに行かんかったん、ちょっと混んでて。ジンくんファイトありがとうございます。絶対アムザの方行った方がさ早かったくない？もうさ、リップも慣れてないしさ、メイクもなんか中途半端なところで終わってるし、最悪って思ってるんですけど今。マジガンダガンダ、マジガンダ。ミオチと二人で商店街ガンダしてた。ミオチはコンビニ寄るから先行っといてって言ってくれて。キンキンさん、ダルマありがとうございます。ほんまにガンダです、マジで。タッチャンさん、花びらありがとうございます。お腹いっぱいすぎて苦しい、苦しい闇。そうなんです、ちょマジマジでガン出しちゃった。キンキンさん、ペンライトありがとうございます。もうやばかった、もうびっくりして間に合ったから OK。ああすごいあれですね、疲れたけど、まあよかったよかった。ガンダはガンダッシュです。間に合いましたね。劇場行こうとしてたんですけど、劇場やったら間に合わん。もうガンダマジでもう爆走。エクテル先生さん、手紙ありがとうございます。あーごめんね、たっちゃんさんくもありがとうございます。ごめん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 、死ぬと思って、死ぬって思って、もうやだ、もうもっとね、そう余裕持って時間に余裕持とうと思いました。また走ってるところファンの方に見られたかもしれへん、マジでガンダム再現したい。こう歩いてるじゃないですか、歩いてて時間を見て、やばいやった5分です、人もう人の間を華麗にこうすり抜けてきました。プンターさん、お疲れのやつありがとうございます。そうもうね、やばいやばいってなってました。一緒でもよかった、間に合って。マジでも激焦りした。バラありがとうございます。あかねんちゃんもハートありがとうございます。あ、光が投入されました。そんな変わらんな。やばかった、マジでもう死ぬって思ったけど、なんとか間に合ったのでグッジョブですね。最初はクリサちゃんがおらんくなるので、みおちがね来てくれました。
してくれます。49万ポイント差やった、ありがとうございます。なーてさん、桜もじゃない桜の花びらありがとうございます。めちゃめちゃ疲れて、もお菓子タイムとか言ってお菓子買ってくの忘れたしな。なんかありそうやけど、お菓子、あ、ワンちゃんおる、ワンちゃんおる、あったあったあった、やばー、見て、誰のか分からんけど、こんなところになんかご自由にお取りください感出してたらご自由やろ。で、冷えてない、ぬすっとじゃない、置いてあったからいいね。え、勝手に食べていいやつ、勝手に食べていいやつ。で、だってさ、絶対さ、ほらこんな感じでさ置いてたら食べていいやつやと思うくらい、絶対食べていいやつだって、まあ、忘れていくのが悪いんですよ。あまゆこさん、可愛いのやつありがとうございます。え、食べていいやつやって信じてるけど、食べ過ぎないようにはしようと思います。名前書いてない、名前書いてないからいいやろ。え、うん、名前書いてないです、多分自由なやつだと思います。レイとアバラありがとうございます。書いてない書いてない、マイコンジャクのやつ、フランボード作るときにリサなんとマコチが食べてた。いや、リサが持ってきてくれてたん。でも多分これは多分別のやつかな。レイとバラありがとうございます。アベベさん、ゼロもありがとうございます。アキラって書いてない、アキラ先生やったら別に最悪。のぎおぎさん、ありがとうございます、花びら。やばい、ぽちゃっこが跳ねてんのめっちゃ可愛い。可愛い。そのアバターで跳ねてんのバカ可愛い。なんか可愛い。ぴょんぴょんしてる。もう54分な、そんな疲れたって話一緒したら54分なんですけど、波乗りやからね。そう、確かに波乗ってんね、ニッヒーだよ。うん、え、3時までやんな、え、3時までしたよね。うん、15分経つの早い、え、早い、え、何もしてないねんけど、マジきー。ということでランキング読みたいと思います。早っ、え、マジか。13位あかねんちゃん、ありがとうございます。12位うーたんさん、ありがとうございます。11位みきお先生さん、ありがとうございます。10位かんろみんさん、ありがとうございます。9位レイター、ありがとうございます。8位のあてさん、ありがとうございます。7位ともひこさん、ありがとうございます。6位キンキンさん、ありがとうございます。5位コニタンさん、ありがとうございます。4位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。3位たっちゃんさん、ありがとうございます。2位ジンくん、ありがとうございます。そして第1位泉ちゃん、ありがとうございます。はーい、15分って一瞬ですね。うん、いいな、結構。次は 何やったっけ、17時から17時20分から、え、何やったっけ、
なんか40分ぐらいするやつですね、多分。頑張ります。多分そう、40分ぐらいするやつ。全然40分してないやん。20分から50分です。画像作ったりして拡散する。ありがとうございます。ちょっとマジで気合いで頑張る。もう怖い。あごめんなさい、怖いんですけど。最終枠死にそう。みおちが来てくれるんですけど、リサがね、急遽公演なので頑張ります。皆さん最終枠、指の体操しておいてください。最後まで楽しむ、それが一番ですね。この勢いなら大丈夫。なんかもし暫定3位で終われたとしても、その差が僅差だったら、もしかしたら決定順位が変わるかもしれないので、ちょっと割とその変わるのは、あの3位やったーで次の日の昼変わるとかちょっと悲しいので、それはちょっと差をつけれたらなと思います。あ、よしみ、これお菓子で食べていいやつ。あ、よかった。勝手に食べてた。よかったです。食べていいやつでした。よかったです。ありがとう。え、これ誰の？あ、そうなん。え、誰？よしみが持ってくれた。はい、ありがとう。やった。よしみのやつらしいです。持ってきてくれました。お疲れ様です。じゃあそろそろ終わりたいと思います。そろそろ終わります。あの2分前にね、一応余裕はっこいけん、そう1分前に終わるわ。勝手に食べるかとか、さすがミヒちゃうやん。名前書いてなかったら NMB は取っていいねんで。じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。まあ次は5時20分から5時50分、皆さんぜひ来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。